まただし、この徳川吉宗の政治、教法の改革って、そんなにうまくいかんかったよ。なんでやと思う。ちょっと目安箱、誰も意見を入れてくれへんかったとかではなくて、まそもそも時代、社会がこの自給自足の経済から貨幣経済に変わろうとしているんやね。 こういった政策を行ったからといってじゃあもう私たち商品作物栽培するのをやめてお米ばっかり自給自足に戻りますとか商人も商売しませんとかそういうふうにはならんよねこの大きな社会の流れを変えることはできなかったのでそれに反するこっちを強くすることをしてもなかなかやっぱり効果って出ないんです。 なので、教法の改革、結構いいことをやっているように見えるんやけど、そこまでの効果を上げることなく、吉宗は亡くなってしまうことになりました。それに対してその後、吉宗が亡くなった後に、この教法の改革とは非常に対照的な、反対のような改革を進めた人物がいます。それがこの人、田沼沖次さんという人です。 どんな字を書くかというと田沼はそのまんまやね置継は意見の「い」書いて次これで田沼置継と読みますこの人はちょっと面白い人なんですまあみんな普通改革っていうと江戸時代の人はほとんどがこっちの経済を強くする改革とか成長したんやけど田沼さんはいやこの貨幣経済大きくなっているんやから これをうまく使って、これによって幕府とか国を豊かにしていこうと。まあそういう考えで政治を行いました。まあなので、具体的にやったこととってなると、商人の応援、商業の応援をしていったわけです。順番に見ていくと、まず商人に株仲間っていうのを奨励していきます。株仲間って覚えてるかなまあ戦国時代で言うと、一とか座みたいなものやね。 例えば、死を売っている人とか、服を売っている人みたいな、同じものを扱っている商人たちがまとまって、それを独占することで儲けようと。まあそういうのを株仲間と言っていて、江戸時代の初期の頃はこれを禁止していました。信長とか秀吉も楽一楽座でそういうものを禁止していたからね。まあところが、この商人たちが 大商人大きな商人になってくるとむしろ独占させた方が商業が安定するし活性化する元気になったんやねなのでこの田沼沖継さんっていうのはどんどん株仲間を作れとまそこで商売をうまくやってくれと商人の応援をしたんですえそしてさらに銅とか鉄とかあとは朝鮮人参とかそういったものの栓売性っていうのを取り入れます えこれ、潜媒制って何かって言うと、ま、特定の商人とか、株仲間に対してのみ、ある商品を扱わせると。そういう制度です。ま、なので、ちょっと難しいんやけど、何がいいやろね。ま、何かのゲームにしようか。あるゲーム機がありますよ、と。で、このゲーム機、めっちゃ人気やと。しかも儲かると。ま、何にしようかな。PSD とかにしとこうか。ま、こういうゲーム機がありましたよ、と。 で、このゲーム機を扱っていい商人を A さんだけにしますよと。あとは企業 A とかだけにしますよと。B さんはこの商品、今までは自由に扱ってきたけど、ダメですよってするんやね。まあそうなると、この A さん、めっちゃ儲かれね。この PSD 人気なのでたくさん売れて、しかも全部 A さんにお金が入ってきます。まあでも、それじゃダメやね。A さんだけ儲かってしまうので、 ここ A さつまり幕府としては特定の商人の人たちを保護するこの人に対して千倍売買の権利を与えることでそこから幕府もお金をもらおうとそういう仕組みを千倍制と言います。 まこれを取り入れることで、これまでの自給自足の経済、農業から上がってくる年貢だけじゃなくて、商業から上がってくるお金っていうのも、幕府のお金、財政の中に取り入れていこうとしたんです。そして最後は、やっぱり海外との貿易でももっと儲けていこうということで、貿易の決まりを緩くします。貿易を緩和します。で特に増やした取引っていうのが、中国との取引です。 海産物、まその中でも今中華料理でも高級食材になってるアワビとかフカヒレとかまあそういったものを中国に対して輸出をしましたで特にこういったものっていうのはその当時俵に入れて運ばれた輸出をされたので俵物と言ったりしますこういうものを中国に輸出をしてお金を稼ごうとしたわけですまなののでこっち 法の改革に対して、まこれやっぱり農業が中心やねこの田沼沖継さんがやったことは商業についての応援改革を行いましたまところがこの田沼沖継さんは運が悪かったんやろうねもちろん幕府としてはこういった改革をしていたんやけどそれとは別に藩っていうのも政治を行いますそしてそれぞれの藩っていうのはどっちらかっていうとこっちらの改革です まあ年貢を上げて、百姓にはもっと働かせようと、そういうことをしてたわけです。まあそういう中でだんだんと百姓一揆っていうのが起こってきます。そういったことを求める百姓一揆が起こりました。で、さらに、江戸時代の四大飢饉のうちの一つ、その中でも一番大きな天明の飢饉っていうのが起こります。まあ飢饉っていうのは食料不足のことでね。これどれくらいのレベルで起こったかというと、 アルハンではこの天明の飢饉によって人口が半分になったそうなんですびっくりするよね今で例えば兵庫県で農作物が取れなくなるから兵庫県の人口が半分になりましたって言ったらめちゃくちゃすごいやまそういうレベルの飢饉っていうのがもちろん時代は違うんやけどそういうレベルの大きな飢饉が起こりましたまあそういう中でこの田沼沖継さんの改革っていうのも思うように進まんかったんやね さらにはこの田沼さんの取り組みっていうのはこれまでになかった政策なのであの商人 A さんと仲良くしてお前個人で金をもらっているんちゃうかとかそういった商人との癒着商人とのやり取りに対して批判も上がってきてこの田沼幸継さんは失脚をしてしまう力を失ってしまうことになりました。